どうしよう。どうしよう、みんな。ザリガニ隊。どうも、ザリガニです。はい。ということで、私最近ね、動画をちょっと休んでたんですよ。YouTuber を始めてからほとんど休みなく毎日働いてたというか、YouTube 動画を出してきたりとか編集したりとかで、連休を取ったことなかったんですよ。なので、久々に連休取るかと思って、5連休くらい家でぼーっとしたりとかゲームしたりとか、友達と飲みに行ったりとかっていう感じで、完全に YouTube とか Twitter とかインスタとか全部通知切って離れたんですよ。まあ、一旦その話は置いといて、俺さ、先月この動画で出したんだけど、俺、岩地のライブ当たらせていただいた別に、当選したわけなんですよ。で、12月23日ね、クリスマスイブのイブよ、イブイブに、中野サンプラザの現場に行かせていただくんですよ。すっごい楽しみにしてるよ。もうありえんほど、当選した時の喜び、今でも覚えてるの。岩地とクリスマスを過ごします！行きます！ 3!2!1!3!2!1!1! 来た！来た！来た！本当に俺が岩地のライブに行けんのっていう感じでめちゃめちゃ嬉しかったんだけど、そのめちゃめちゃ休んでる期間に岩地のライブのグッズの発売が重なったんですよ。で、俺、岩地のライブのグッズ買うの忘れてた。ペンライトない。終わった。え、初現場よ。待って、え、ライブってさ、みんなでペンライト持ったりとか、うちわ持ったりしてさ、一体感が生まれるじゃん。みんなで一緒に岩地のペンライトをわーって振りかざしたりとか、一斉にうちわをビャーンってやったりするやん。その楽しみが、なくなったよ。待って、俺行く資格ある？いや、その金銭的な問題とかでペンライトとかグッズ買えない人とかは仕方ないと思うけど、全然金銭的に問題はなくはないけど、ないのよ。あるの？あるのよ。全然買うことができるのに買えなかった。え、待って、このさ、初現場よ。初現場って一番記念に残るやん。そんな中で、え、どうすればいいんだこれ。もう買う方法って、待って、現場で発売してるっけ。え、ちょっと待って、待って、ん、今岩地のホームページ、あのファンクラブ開いたら、ハッピーバースデートゥーユーって書いてあるんだけど、待って、ちょっと見て、ちょっと今見ます。はい、嬉しい。ごめん、全然プラマイで言うとめっちゃプラス。あ、待って、嬉しい。ペンライトごめんだけど、待って、罪悪感感じるけど嬉しい。ありがとう、岩地。こんなサービスあんの？ちょ、待って、ありがとう、岩地。大好き、俺も。俺の方が大好き。待って、嬉しいのは嬉しいんだけど、待って、現場で売ってるの？グッズって。最近のキンプリとかさ、他のジャニーズって全部現場で売ってないじゃん。ないよなぁ、さすがに。岩橋元気、グッズ、現場。え、待って、待って、グッズって現場で買えんのかなぁ。多分今の時期無理だよね。買いはしないけど、メルカリとかで売ってんのかなぁ。あ、転売されてるんだ。そっか。転売されてるんだ。まあ、転売されてるってことは、しかも購入されてるってことは、もう現場で買えないから、通販でもうすでに販売してないから、ここで買ってねっていう感じなのか。買えなかった俺も悪いんだけどね、もうなんで休んだ。
もうマジでなんで買わんかった。え、どうすればいいんだろう。え、待って待って、イワチのペンライト、え、もう届いてるのかな、イワチのペンライトって。ちょ、待って待って待って、何色なんだろう、代用できるかな。イワチのペンライト実際に届いた人からすると、1回押すとピンクが点灯、2回押すとピンクが点滅、3回押すと赤、白、青、紫、黄色が繰り返し点滅、4回押すと消灯っていう感じ。なるほどね、赤、白、青、紫、黄色って、キング&プリンスじゃないですか、イワッチ。もう何この素晴らしいの。え、待って待って待って、いや待って、めっちゃ欲しい。え、これどうすりゃいいんだ。え、キンプリのペンライト持ってくのってありなのかな。どうしよう。え、待って、行く人コメント欄で教えてくんない。お店でピンク色のペンライトを新しく買うか、キンプリのこのペンライトを持ってくか。いいのかな、持ってって。一応持ってく、一応持ってくけど、どうなんだろう。なんかもうキング&プリンスじゃないっていうのは、イワチからするとどういう気持ちなんだろうね。まあ、本人がダメとも言いにくいしな。どうすんだろう。一応持ってこ、みんなも教えてください。どうすればいいんだろう、こういう時。他のライブ行ったことある人さ、キンプリに限らずね、もう昔辞めちゃったけど、その人の色持ってく時に昔のやつ使ったりする？脱退しちゃったとか退所しちゃった人の現場に行く時ってどうしてる？教えて。いや、もうしゃあないよ。バカだもん、俺がマジでやらかした。なんでだろうね、もう発売した瞬間に買えばよかったのにさ、まだいっかとか思っちゃったのよ。なんであの時にまだいっかって思ったんだろうね。いつもの俺だったらさ、まあしゃあない次から生かそうってなるんだけどさ、発現場なのよ。もうやっちゃったな、マジで。現場で売ってることを願うしかないな。まあ一応これ持ってきます。これ持ってって現場で他にもそういう人がいて、しかも、あ、全然そういうのいいんですよっていう雰囲気だったら、これにします。どうしよう、え、なんか現場で2つ持ってる人とかいないかな。でも貸してるとも言いにくいしさ、なんかねえ、待って、なんかこのカメラが回ってるからギリさ、こう笑顔で行こうとか思うけど、結構慣れてる、だいぶ慣れてるよ。ちなみに、まあでもイワチが誕生日お祝いしてくれたから嬉しかったからね。いい年を。はい、ということで今日の動画でした。ちょっとね、かなり悲しいけど、現場でなんとかします。なんとかなるようになるようになれ、ランクルナイサーなせばなる。はい、頑張ります。はい、ということで今日の動画でした。こんな感じで、普段は悲しくないよ、普段は悲しい動画なんか一切上げてないけど、キンプリだったりジャニーズだったりオタクに関する動画上げておりますので、よかったら別の動画も見てください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok、ポコチャもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録者年内2万人目指して頑張っておりますので、よかったら登録よろしくお願いします。ということで今日のザリガルでした。またねー、バイバーイ。